スーザン・ジョスリン・ベルバーネールダビー・ f r s フラス・フロス・フィンストップは、イギリスの女性天体物理学者である、アントニー・ヒューイッシュの下でパルサーを発見した。ベルバーナールが初めてパルサーの信号を発見した、データ北たアイルランドのベルファストで建築家の娘として、生まれた。1965年グラスゴー大学臨学士。1967年に、 ケンブリッジ大学大学院生時代に、ヒューイッシュラとクエーサーの観測するための電波望遠鏡の観測データの中に非常に早く、規則的に変化する電波信号を見つけた。天文学的には異常に短い周期である電波の宇宙人からの通信ではないかとも思われた電波源には、緑の小人を意味する LGM-1 の名が与えられたが、後に高速で回転する中性子星。 CP1919 が電波源であることが分かった。パルサー発見の論文は5人による協調で、ヒューイッシュが最初で、ベルが2番目だった。ヒューイッシュは、マーティン・ライルとノーベル物理学賞を共同受賞したが、パルサーの信号に最初に気づいたベルは受賞できなかった。線から漏れたことに対して、フレットホイルを含む多くの天文学者が異議を唱えた。 なお、ライルとヒューイッシュの1974年度、ノーベル物理学賞の受賞理由としてスウェーデン、王立科学アカデミーは、電波天体物理学の先駆的研究を挙げ、ライルに関しては、開口合成技術の開発、ヒューイッシュに関しては、パルサーの発見における決定的役割としている。1969年に、ケンブリッジ大学で PhD を取得し、 サザンプトン大学指導教員、ロンドン大学、ムラード宇宙科学研究所研究員、エジンバラ王立天文台研究員、オープン大学物理学講座教授、プリンストン大学客員教授、バース大学理学部長兼教授を務めた。2002年から2004年まで、イギリス天文学会会長、2008年から2010年まで、英国物理学会会長を歴任。 2011年初に校舎のマーシャル・ストナム会長の休止を受け会長、代行を務める。現在は、オックスフォード大学客員教授兼、マンスフィールドカレッジフェローを務める。2003年王立協会フェロー選出。1968年に結婚し一難を設けるも、1993年に離婚。BBC スコットランドは、ベルバーネルに、 20世紀科学界への最大の貢献をした人物の一人に列した。ブレイクスルー財団より2018年の基礎物理学ブレイクスルー賞特別賞の授与が伝わると、ベルバーネルは賞金230万ポンドは全額を寄付し、女性や少数民族、難民の学生が物理学研究者になる道を開くよう基金を設立して管理は 英国物理学会の部署に託すと発表した。現在、ベルバーネル大学院奨学金基金として運用されている。要所主な執筆者名の ABC 順。ありがとうございます。